岩手県の中心地盛岡市。今近代的なビルも立ち並ぶこの町の名物は南部せんべい。昔ながらにごまをたっぷりとつけた塩味のせんべいを焼く店がざっと40軒から50軒もあります。このおせんべいの歴史は大変に古く、600年ほど昔、足利尊氏に追われた後醍醐天皇が吉野山に行幸された時、臣下がつれづれに麦粉を焼いて献上したのが始まりとか。その由緒もあって、せんべいの模様は南朝の中心、楠木正成の菊水の門か、赤松則村の二階笠の門に限られるそうです。簡単そうに見えますが、一人前のせんべい焼きの職人になるのには5、6年の修行がかかるとか。これで1日1000枚を焼くのですから大変ですね。この頃は売れ行きが多いので手焼きが減りまして、機械化にしているところがほとんど。それでもお味は変わりませんと、せんべい屋さんのお話。ごまをつける作業もなかなか年季がいるもんで、まず 4、5 年をかけないと一人前にならないと申しますが、見事なもんでございますな。機械化したといっても鉄製のせんべい焼きの機械を回転するようにしただけのこと。まあそれでも1日に8000枚も焼くと言いますから、大変なスピードぶりで。まあそれだけごまのつける方の係がまた忙しくなるというわけですな。夏には少し塩気を多くするのがコツと言いますが、どういうものですか、売れ行きは夏場の方がいいそうです。食べ方も変わったのがありまして、お味噌汁に入れたり、すき焼きに入れたりするそうですが、まあそのまま食べるのが何と言っても一番普通で、一時に200枚も食べた豪傑がいたと言いますから、これは驚きますね。まあまあ、ボリボリかじるせんべいの味、誠にふるさとの味、まあお袋の味とでも申しましょうかね。はい。